はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。絶望神坂です。さあ、本日なんですが、ピュアリーとかいうぶち壊れギミックがね、マスターデュエルにも登場しまして、デッキを組んでまいりました。これが新時代のピュアリーデッキです。エースモンスターご紹介しましょう。エクスピュアリーアンチホープさんです。これね、これちょっと最強の宇宙最強のモンスターと名高いモンスターなんですよ。これ皆さんご存知ですか、この絶望神アンチホープというモンスターね。このカード通常召喚できませんと。で、自分のフィールドの表側表示のレベル1モンスター4体を墓地へ送った場合にのみ手札墓地から特殊召喚できますっていう効果なんですね。召喚条件重すぎん。これトークンとかじゃダメですからね、墓地送らないといけないから。レベル1モンスターこれあまりにも重くない。で、1枚目の効果、このカードがモンスターゾーンに存在する限り他の自分のモンスターは攻撃宣言することができませんよと。これデメリット効果ですね。これ1番これ効果いります。これで2番目、このカードが戦闘からバトルステップ中に一度、自分の墓地のレベル1モンスターを除外するとこのカードは、そのダメージステップ終了時まで他のモンスター他のカードの効果を受けずに戦闘では破壊されない。他のカードの効果を一切受けず戦闘で破壊されないってもう最強なんで、体制としてはもう無敵。ちなみにあのタイミングがバトルステップ中なんですよ。なんであのメインフェーズとかあのバトルフェーズ以外ではこれ何の体制もありません。このモンスターなんとこれびっくりするかもしれないんですけども5000バニラです、実質。レベル1モンスター4体を使って出せる5000バニラです。まあ、つまり宇宙最強ってこと。今回はこのアンチホープ君を、活躍させるべく、ね、レベル1モンスター4体を用意すればいいんですよ。盤面にもうあまりにも強いギミックが実装されてるからね。マスターデュエルこのピュアリーっていう、まあ、ギミックがこれデッキからレベル1のピュアリーモンスターを特殊召喚できるっていうギミックになってまして、まあ、手札1枚するとね。だから、まあ、手札コス、まあ、コストじゃないけど手札があればありったけデッキからレベル1のこのなんだハム太郎くんたち、小牛くんとハム太郎くんをいっぱい出してくれるってことなんですよね。だからこのモンスターたちをその速攻法でバンバン用意して、でレベル1をめっちゃ並べて、でアンチホープくんを出して絶望させると、かっこ絶望すると、そういうデッキとなっております。生成したんですよこれ3枚。砕こうかな、デュエル3枚。ハンドは一応いけそう、まあ、とりあえず猛獣を召喚していく。猛獣効果発動、よし、とりあえず、通りそうだぞ。紙芝居の塚とかいうガチでヤバいカード見えた。紙芝居の塚とかいうガチヤバいカード見えましたと。マジでお前何がしてんだみたいなね、そのテーマなんでフィールド魔法なのに紙芝居の塚って意味わかんねえだみたいな話あるよね。で、ピュアリー対象にとってデッキ、からピュアリーを特殊召喚しながらリリーをね、効果と速攻魔法以外のピュアリーカードを手札に加えていこうかと、救いの駆け足の効果、これで絶望の神をね救済していこうと思ったんでね。さあ、救いの駆け足の効果によってデッキから宝玉獣モンスターとフィールド魔法を手札に加えていく。これにより紙芝居の塚を手札に加えていく。そしてこれはね、マイフレンズですね。いつも輝いていたねっていうね、まあスラムダンクの主題歌だったから、まあ、よく皆さんもご存知なんじゃないでしょうか。さあ、とりあえず、ピュアリーマイク、あ、これ速攻魔法からいいか、速攻魔法発動、ピュアリースリーピーメモリー、スリーピーメモリーの効果により戦闘ダメージを、ゼロに1回して、で速攻魔法が発動したためにその効果に直接遅延することによりプランプの効果、プランプは、速攻魔法を素材に吸収するということができる。そしてデッキからレベル1のモンスターを特殊召喚、これでピュアリーで速攻魔法を拾い続けないといけないので意外と大変っていうね。でピュアリーの特殊召喚成功時の効果、速攻魔法を、3枚めくってあれば手札に加えて、まあ、速攻魔法というか魔法トラップカードを、でマサイの戦士の効果により史上最強モンスター絶望神ウンチホープ君を墓地送っていくぜ。相手には絶対何やってんだこいつになってくるな。
お前何がしてんだみたいになってるはずだ。そしてさらに速攻砲が味方、まだ速攻砲を発動してるぜ。でこれはあと2体あるから間に合いますね。これ手札コストは一応、稼げそうな気がします。はい。で、ピュアリーハッピーメモリーを発動。ハッピーメモリーの効果に直接遅延しプランプの効果を発動。さあさらにこのカードの下に素材を供給し、さらにカードを除外しない。ハッピーメモリーの効果、マイフレンドが効果で破壊されないという体制をつけ、そしてコバルトイーグルを墓地のクリーデッキからピュアリーを特殊召喚。ピュッピュッはい。あ、いいですね。調教してるからね。いや、必ず速攻魔法拾ってくるように僕調教してるんで、結構決まります調教するっていうのが一番大事だから、ピュアリーは速攻魔法とかを拾ってこれるようにね、でプランプ効果。さあプランプの効果により、さらにまた速攻魔法を吸収し、これだいぶね吸収できましたね。これでもう5素材なんで、5素材になったっていうことはもうエクスピュアリーノワールがね、重ねられるということですから。さあこれでできればなんだけど、トラップカードがいいかな。これストレイはあんま意味ないんで、トラップカードがいいですかね。できればねピュアリープを回収したい。まあスリーピーでも最悪いい。さあちょっと何かを、あー、まあ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 いいか、まあまあまあいいです、まあいいです。でスリーピー発動します。これはね、別にピュアリーを特殊化するかは2位なので、これでですね、自分の墓地に存在している魔法トラップカードを2枚吸収しまして、やべえ、8素材ノワールじゃんこれ強ない強ないかこれ。8素材ノワールはさすがに最強。ふい、あーい、やば、ステータス、そして紙芝居の使う発動し、フィールドのレベル1のモンスターを4体を強振り、あらあれよ、絶望の神、絶望神アンチホープバックタン5000最強、5000最強だぜ。そしてエクスピアリーノワールの付与効果、 CP メモリーが素材になっていればカードを2枚ドローできるぜ。よし、つえこれがダリーン、くそアンチオープクの体勢がなくなってしまった、まずい。いや大丈夫だ、でも出てきたモンスターをすべてエクスピアリーノワールですべてバウンス、なに、マグナバレットドラゴン、これはリンクモンスターじゃなければ対象取っていいんだな。もう一生戻し続けてやるぜ、貴様の出してきたモンスターを一生戻し続けてやる。エクスピアリーノワールの効果を発動、オーバーレインユニットを2つ使い、貴様のフィールドまた墓地のモンスターをデッキに戻す、帰れ。じゃあアンチホープは殴らせない。あれのいいよ。マジでアンチホープは絶対に殴らせない。さあ竜の結局の効果、デッキからドラゴン族モンスターいたポーチョク、手札コストは死者させていいだろう。エクスピアリーノワールの効果はそう、オーバーレイユニットこちらに1段にしても制限ないのでね、あと2回打てるかな、これ含めたら3回打てますね。さあ永続魔法というかフィールド魔法のため、これをデッキに返すことによって実質効果を向こう、はい何いいだろう、アンチホープくん護衛部隊が強すぎる剣について、てかなんなら守備力がアンチホープより高い剣について、よしよし、これでこれを戻せば勝ちだ、これを戻せば勝てる。デッキからドラゴンズモンスターダリー、バカがよ、バカがよそして誰もいなくなった、じゃあな、おいきたー、よーし、危ない、アンチホープの体勢が1ミリもなくなったことによって余裕で勝られるかと思ったけど、なんとかなったぜ、危ないぜ。
あとはちなみにはっきり言ってやろうか、このターンでキルを取れんじゃねえかと思ってるみんな、なんとアンチホープ君はアンチホープが存在する限りアンチホープでしか殴れないとかいう地獄みたいな効果があるせいで、このターンでキルを取ることは非常に難しいと言っておこう。なんならどかせはいけるけどね。どかせはいける、多分プランプとかの効果でなんかアンチホープ一回どかして全員で殴れば多分なんかキル取れそうな気がするけど、そんなことはしない。なんでかっていうとアンチホープ君は最強だからだ。アンチホープ君は宇宙最強のためアンチホープで勝つしかない。クソモンスターすぎるだろこいつ。自分しか殴れんとか言ってることおかしくないか。いや絶対イカれてるだろこれ。手札を一枚捨てていく。そしてピュアリーリリーを特殊召喚。そしてピュアリーリリーとグラファーは強制効果ね。でピュアリーリリーの効果を発動。デッキから、ピュアリー魔法トラップカード、いや速攻法以外の魔法トラップカードを手札に加えていく。これによってピュアリープを手札に加えていく。そしてピュアリーリリーの効果を発動。ピュアリーリリーの効果によってピュアリーデリシャスメモリーをこのモンスターの、素材にしプランプを特殊召喚。そしてプランプ君の効果を発動すれば多分5素材もう1回ノワールできるから多分いけるな。ピュアリープランプの効果によって速攻魔法が発動した場合その速攻魔法を自分自身に吸収するという効果を持てる。ぷいーん。これでカードをね、そういやあの今の効果でカードを除外しますかって言ってカードを除外するとですね、多分このアンチオブがどっか行くんで殴れるようになるというそういうこと。クソすぎる。ゴミすぎて腐るですねこれは。でこことここを吸収していくぜ。よしこれでまた5素材だぜ。でカードを1枚セットするぜ。まあこれでバトルフェーズだぜ。いけ絶望チン、うんちパーンチバゴーン。勝てないのやばすぎるな。勝てないのやばすぎる。こんだけ頑張って5000で1体しか殴れんとかいう意味わからん効果。せめて2回攻撃能力とか付与 しろよみたいな話はありますよね。でもこれノワールの効果生きてるんでまたもう1回、バウンス飛んでいきましょう。ダブルノワールできるんですよこれ。ちょっと今から見せません先ほどムーブ。相手がカードをドローしたため、こちらに優先権が渡ってきて、でここで素材を吸収しますと、はい、でこれが何素材だこれ、7素材、つまりだから8素材ノワールがまた爆誕するってことよ。で、スリーピーの効果によってカードを1枚ドロー、さらにスリーピーの効果によってカードを1枚ドロー。そしてピュアリープの効果発動。ピュアリープの効果によりエピュアリープランプを1体エクスピュアリーノワールに特殊召喚していく。これだ、これがダブルノワール。8素材ノワール&2素材ノワール。これによって相手のカードをこれ何枚バウンスでいいんだ、8素材だから4枚、また5枚のカードをバウンスできるぜ。っていうかなんならウンチホープよりステータスが高いぜ。あバレットトレーサーいいだろう。バレットトレーサーごときが舐めやがって。貴様など恐るるに足らん。エクスピアリーノワールの効果を発動。貴様のモンスターを対象に取りそのモンスターをデッキに戻すという効果、さらにバレットトレーサーの効果によってフィールドのカードを破壊してバレットを出すという効果、これにチェーンしさらにエクスピアリーノワールの効果発動。貴様のモンスターはデッキに戻る運命なのだ。バカタレが帰れマジでウンチホープ君マジで強いわ。最強かウンチホープ君。ウンチホープ君こうお前いらないわ。お前がどいたら多分前のターンに勝ってる。お前がどいてくれてたら多分前のターンに勝ってる。俺のターンドロー。バーグがバトルフェーズ行くぞウンチホープ。お前パワー見せろダイレクトウンチパーチ。やはりウンチホープは世界最強ってことでいいな。ウンチホープくん来ちゃう。マジでさ、本当にさこれウンチホープ出さなかったら絶環境で戦えるからねこれ。余裕でウンチホープ出さなかったらレベル1、4体ならねっからね。だからもうなんかやろうと思ってたんだけど、
エクスピアリノワールの横にあれが出てる、未来竜王ホープと、それからあれ、アンサンブルロビンみたいな、未来竜王ホープアンサンブルロビン、なんか素材8素材のノワールみたいになるから、アンチホープを出さなければね。その未来竜王とアンサンブルロビンを全て投げ捨ててうんちオープン出してっか、これ全て投げ捨てね、いくぜ。4体のレベル1オンスター墓地を送り、あらあれよ、絶望的な弱さの神、あ、間違えた、絶望的な強さの神、絶望神うんちホープ、さあかかってこいよバカ、誰が一枚だ、いや、ピュアリープで重ねた方がいいか、ピュアリープで重ねて2枚一応ドローした方がいい気がするな、あんま関係ないかな、でこれ1枚ドローに抑えてピュアリープでワンチャンエクスパリノワールをなんか変身させるみたいな、パターンもあるけどね、まあでも一応はもう欲張るか、まあ一応ドローしに行きましょう。さあこれでまずドロフェ打つ、ドロフェじゃない、ドロフェすぎるで、スリーピーメモリー発動、カードを1枚ドゥルー、さらにピュアリープの効果によりプランプを対象に取り、そのモンスターを変身、あらあれよエクスピアリーワールで、スタンバイフェーズ中なので、これちょっと6スライダーがちょっと若干弱えな、まあしょうがねえ、さあかかってこいよ深淵の宣告者、あ、闇属性、あ、悪魔族ね、悪魔族でしょ、闇属性悪魔でしょ、アンチオープだからね、これアンチオープ強そうだもんね、闇属性定義則なんてなんでやなんでなんでやうんちホープくんのが強いだろ、どう考えても、お前5000やぞ、どうして闇属性定義則なんだ、あ、やばい、ウィザードはやばいぞ、ウィザードはイカれてんじゃねえか、これさすがにやばくない、あかんねえ、ギャラクシーフォトン送るねえ、あ、トランサー芸人だね、なるほどねあれおかしいな、いやでも大丈夫だ、5000あるから、ね、打点が5000あるから大丈夫、打点が5000あるんだから、そんな簡単にやられないから、このモンスター、しかもなんかバトルステップ中に発動する効果で、戦闘で破壊されないっていう効果ありますからね。さあギャラクシーアイズプライムフォトンドラゴンとかいうガチヤバモンスターが出てきました、あ、いいでしょう、はい、で、上に重ねて、うわかっけー、ネオギャラ来ちゃったわ、いや大丈夫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 、6400、これ、ま、やばくない、ネオギャラクシーアイズプライムフォトンドラゴン効果発動、アフターグロー11200、あ、死んだねいや大丈夫だ、アンチホープ君は戦闘では破壊されない体勢を持っているあれこれこれマジでさ、これ守備表示だったねやばいね、あ、やばいね、これ効果使っても使わなくても死ぬね、これアンチホープ君の11200と3000だもんね、これ14200あるね、今ね、打点14200-5000は9000あるね、僕のライフ8500しかないね、うおー、絶望神アンチホープの効果発動、レベル1のモンスターをゲームから除外し、このバトルフェル中何の効果も受けず戦闘では破壊されない、うおー最強やばいネオギャラクシーアイズプライムフォトンドラゴンさんはちなみにモンスターに3回攻撃することができまーす、なんでーなんでだー、逃げろアンチホープ、ウッチホープ君逃げろ、うわー、くそ雑魚モンスター、なんだこの雑魚モンスター、